このピンを押して右にひねると空気が抜ける。でもこれで抜けるので、あとは畳むだけです。ちっちゃくなっていいですよね。はい。あります。で最後にこのピンを元に戻しておくと、次入れるときに逆止弁を戻し忘れがなくていいんでいいです。OK。 はい、です。